青春短編恋劇青色作佐々木達夫フライングクッキー密かな恋心に火を灯す2月クッキーを焼いた手作りだ本命の彼に渡す前に私は幼馴染のエトを呼び出したスズ俺に頼みって何あのさエト、えっと、毒味係やってくれない毒味係ってクッキーの味見 何作ったのまあ2月だし不器用なお前がお菓子作りねだから味見して無理なんでどうせ激キマスの俺死にたくない感想は食べてからにしてよ一生懸命作ったんだから誰にやるんだ食べたら教えてやってもいい食べるなら先に教えてもらわないとなどうするうんサッカー部のヤく君やべ？ あああああいうのがいいのかスズは昔から顔だけで選ぶもんな私の憧れにケチつけないでくれる矢部は競争率高いぞいいのただ食べてほしいだけだしもう気を低めかよウケるバカにする前に約束味見してよ仕方ねえな江藤はそう言って私の焼いたクッキーを食べた無言だったちょっとなんか感想言ってよ うーんねえこれは普通かな普通よかったいやよくないだろうなんでこれじゃあ矢部の記憶にお前は残らないどうせならうまいかまずいかどっちかじゃないと勝ち目ないぞいいの私って存在感薄いし普通でいいの普通が一番食べてもらえればそれでいいんだからあっそうなら十分じゃねえっとありがとな 勇気出せそう鈴は元気をくっていった俺は所詮鈴にとって都合のいいだけの毒味係でしかないでも俺の記憶にはあいつのクッキーの味が確かに残っていた